ガスタイクは1985年にオープンしたミュンヘンのカルチャーセンター、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団が所有している。ミュンヘン音楽、演劇大学、成人教育センター及び市営中央図書館がすべてガスタイク内にある。ミュンヘン音楽祭のイベントのほとんど、ミュンヘンビエンナーレのイベントの多くはここで行われた。ミュンヘンフィルのほか、 ミュンヘンのもう一つの著名オーケストラであるバイエルン放送交響楽団もガスタイクを演奏会場として使用している。木製パネルの大きな貝殻のように開くフィルハーモニックホールにはゆったりとした雰囲気と優れた音響効果がある。小さなホールクライナーコンサートホールは室内楽のためのホールで同じような特徴がある。ガスタイクはミュンヘン音楽。 演劇大学の演劇舞台のあるカール・オルフ・ホール、ブラック・ボックス・スタジオ・劇場、継続教育のミュンヘン・フォルクス法補修例、演劇の必需品を販売する、ポップネーズなど、様々なカフェやショップ、本や定期観光物など広範囲な書籍を所蔵する、ミュンヘン市立図書館中央館で構成されている。ガスタイクは、急な坂道を意味し、ミュンヘン市内のハイトハウゼン区において、講義には、 イーザル川の右岸に広がる、登り坂の地形。また競技では、ケンド玄度ビヒバシから聖ニコライ教会を結ぶ坂道を、指す。元ローゼンハイマーシュトラーセドりリモがスタイクと、呼ばれていた。第二次世界大戦によって、都心のコンサートホール2カ所、中央図書館、成人教育センターが被害を受けた。特に、ミュンヘンフィルハーモニーにとっては、常設の拠点が失われることとなった。 1969年になってガスタイクに総合文化センターを新設する構想が具体化した。ガスタイクの後ろにあった建物、ビュルガー・ブロイケラーは1979年に解体されるまで存在し、1923年のミュンヘン一機ゲオルク・エルザーによる1939年のヒトラー暗殺未遂事件の舞台となった。ガスタイク外側の舗装面には、 エルザーの暗殺未遂事件を伝える石踏板が埋め込まれている。ありがとうございます。